はい、バルザギアリー小林と申します。今日は課題の合わせ方についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。皆さんね、課題ご存知かと思いますけれども、下記の、ね、下に敷いて使う板のことなんですけれども、これには役割が、ね、2つあります。まずは、下記を、ね、まあ、よく見せるために、引き立てるためので、もう一つは、まあ、下記は、ね、水を入れますので、万が一その水が漏れた時に、下の、ね、畳や板を傷めないためのものですね。もしくは土物、まあ、高台がちょっとザラザラの、ね、下記がありますので、そういったもので下が傷つかないようにする、まあ、保護するためのものということが言えると思います。で、形もですね、ここにあるようにこういう足がついたものと、それから足がついていないもの、ペタンとしたものと、まあ、いろんな形のね、課題があるんですけども、今日はその形の問題ではなくて、サイズですね。その下記に一番合った最適なサイズを、の課題の選び方っていうのについてお話をしていこうかなと思っております。よくね、皆さん牡蠣を買ってお家に持って行かれて、で家にある花台に飾ったんだけど、なんかパッとしないなと、よく見えないなっていうことをよく聞きます。で、それはひょっとしたらその花台が合っていないのかなというふうに思ったりもしております。で、まあ、これからねちょっと実験するんですけども、同じ牡蠣でも課題が違いますと雰囲気がね全然違うんですね。でぴったりのサイズの牡蠣を合わせるとすごく牡蠣は引き立つんですけれども、サイズがね、間違ったというか合っていない課題を使いますと、牡蠣のね良さが引き立たないというですかね、引き出せていないような感じになりますので、早速ね、やっていきたいと思います。課題は小さい方と大きい方のね、2種類のものをご用意して、で牡蠣は同じサイズのものですね、まあ、すぐ比べられるように、これはつる首という牡蠣になりますね。形の鰭鰭ですね。でこちらは青磁の鶴首の穴池になります。で皆さんこれちょっとご覧いただきまして、両方ね、どちらがすごくこの牡蠣がよく見えますかね。こちらのか、まあ、個人 の, 感覚の差もあるんですけど、こちらの牡蠣の方がよく見えませんか。実はこちらはねちょっと課題が小さいんですよね。間違いではないんですけども、まあこれでも間違いではないんですけども、ちょっとこの牡蠣に対して、課題が小さいので、ちょっと頭でっかしというかずんぐりむっくりな感じになってしまっています。でこちらは牡蠣と課題が非常に合っているので、牡蠣もすごくよく見えますし、その雰囲気もすごくねいい感じになっています。で、そのね、まあ、感覚的なものがほとんどなんですけども、ただその黄金比というのがありまして、それで牡蠣に合った課題というのを選んでいただければと思います。でその黄金比なんですけども、まずこの牡蠣の頭の部分ですね、ここからこの牡蠣の、両サイドに向かってこう線を引いてください。直線ですね。で結ぶ、そうしますとこれ三角形ができますよね。でこれはこちらに関しては正三角形に近いんですよね。で一方こちらは頂点から引きますと、二等辺三角形、まあ、この上の二辺が長くて下が短い、こう二等辺三角形に
なってますよね。ですのでこちらはちょっとね、あのずんぐりむっくりということになります。合っていないということになります。まあ、ただ絶対間違いではないですよ。まあ、それは個人の感覚がありますので、これでダメということではないんですけども、こちらの方がよく見えますよということなんです。で、逆にこれもっと大きい課題にしますと、この辺が開いてしまって花器がすごくちっちゃく見えてしまうんですね。これまた花器が貧弱に見えてしまって、合っていないというふうになってしまいます。ですので一番その花器と課題を合ったものを、購入して飾るには、店頭でね、花器と花材を一緒に買うというのが一番いい方法です。で、もしくは今ねお持ちの花器がなんかパッとしないという方は、その花器をね、まあ、私どものような専門店に持ってきていただいて、この花器に合う花材をくださいということであれば、こうやって並べて、一番ねいい最適なものをお選びいただくことが、まあ、一番かと思います。で、ただ佐藤の方では薄板といって塗りとか、生地のね、板があるんですけども、花器の下に敷く、それに関してはサイズが一定ですので、それに関しては選ぶことができません。ですので、だいたいその、茶筒で使うね、お茶室で使う花器というのはそんなに大きいものはなくて、薄板に合うサイズに合うように、大体作られていますので、それに関してはご了承いただければと思います。で、こういった足つきのね、茶道では使わない、まあ、普通の一般に使う花材に関しては種類がいろいろありますので、ぜひね、お読みいただければと思います。で、もちろんその今のね黄金比っていうのもあるんですけども、その例外もあります。ものすごく 細長いとか、ものすごく太くて背が低いとか、ちょっと特殊な花器に関しては例外になってしまいます。そういった場合は、例外があった場合は先ほどねお話したように、その花材の役割というのは上のものを、まあ、引き立たせる、役割があるというふうに申し上げましたけれども、そのよりよく見える花材を選んでいただければいいと思います。で、これは置物に関してもそうですね。置物に関してもこれも背が高いもの、横に広いもの、奥行きが長いもの、まあ、いろんなものがありますので、置物に関しても置物がよく見える、よく映えるものを選んでいただければいいと思います。で、あとはですね、課題に関しては周りの環境にも左右されるんですよね。例えば天井がすごく低いとか高いとか、だから床の間の幅が極端に狭いとか広いとかっていうことになりますと、その周りの環境によって物の見え方がちょっと変わってきますので、それに関してもちょっと例外的なことになります。その辺のね、例外なことに関しては今のその黄金比のね、正三角形が適用されない場合もございますので、ご了承いただければと思います。まあ、ですが、まあ、大抵ね、こういう花器というのは縦に長いものが多いので、まあ、ここに花が刺してっていうことになりますと、大体当てはまるのかなというふうに思います。はい、一度ね、今お家で飾っていただいている花器、確認していただきまして、ちょっと合わないなというふうに、思われた場合は課題をね少し変えられてもいいのかなというふうに思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。うさぎに興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また SNS やっておりますのでぜひご覧くださいませ。まだネットショップもございます、ぜひご覧いただきたいと思います。バイロスアギアリ小橋と岐阜や長瀬すぐ近くにございます。 Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひね、ご覧遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。